やっぱ上の人たちが多くてとても緊張してますけど、やっぱアンダー20での、自分のプレーが評価されての今回の選出だと思うので、やっぱアンダー20でやってきたこと以上のプレーをしようと思って臨んでます。自分が結構一番下ぐらいの年なので、どんどんチャレンジして先輩のいいところは盗んでいって自分の、糧にしていきたいなっていうことは思っています。そうです、やっぱ優勝したことっていうのはすごい自分の自信にもなりましたし、やっぱり、あの景色をもう一度見たいっていうのはすごい思っているので、やっぱり優勝っていうのはすごい自分の中で自信になっています。そうですね、また来年のフランスのワールドカップではもう一度フランスの地に戻って、世界の舞台で戦いたいなっていうのがすごいあって、その後のオリンピックであったりっていうのも目指しているので、まずは一つ一つの代表活動に呼ばれることを目標に頑張っていきたいなと思います。やっぱ自分にチャンスがあれば思いっきりやっていきたいですし、いろんなことにチャレンジしてチームの司会になりたいなと思います。